1>, 1から学ぶ中学計算,算数。今回は第4回、日歴算の丸3をやっていきます。ということで、今日やるね、日歴算の問題っていうのはね、過去の曜日を求めるっていう問題になります。たまにね、日歴算の応用問題として、これね、出てくるから、しっかりとこの解き方も押さえておこうね。ということで、いつも通り動画の概要欄からね、授業のプリント印刷できますので、印刷できる人はぜひ印刷して学んでみてください。 じゃあ早速ね、この日暦算のまず基本のポイント。これの復習からしておこうね。ということで復習。大事なことね、主に二つありました。まず一つ目。一つ目はね、この日暦算。これって周期算の仲間だったよね。そうです。だから、周期って何なのかっていうのをしっかり押さえておくことね。この日暦算の周期っていうのは、そう。月、火、水、木、金、土、日のね、 この7日間が一つの周期になるんだったよね。ということで、月から日の7日間が周期になるってこと。オッケーこのことをもう一回思い出しておいてね。そして次、丸二。二つ目のポイントは、月によってね、31日ない月。こういうのを小の月って言ったよね。はい、31日ない月。これはしっかりと覚えておかないといけなかったよね。ということで、31日ない月って何月って言ったら、 そうです。西向く侍ってことで語呂合わせで覚えてください。2月、4月、6月、9月、11月ね。はい。この5つの月が31日ない月だからしっかりと覚えておきましょう。OK。じゃあこの2つのポイント頭の中に入れた上で、じゃあ今回の01、02、二問ね、やっていこうね。じゃあいくよ。01。ある年の6月6日は土曜日です。 この年の5月3日は何曜日ですかという問題です。ということで、今回の問題ね。はい、書いてあったこと、整理しておくと、今、6月6日。はい、これがね、土曜日と分かっています。はい。で、今回知りたいのはね、過去だね。6月6日より前の日の、はい、知りたいのはね、5月3日。 じゃあ5月3日は曜日は何曜日ですかという問題です。はい。ということでね、今までやってた日歴算の問題って、そう、先のね月、月日の曜日を求めなさいっていうね、先の時の曜日を求めるっていう問題ばっかりだったよね。だけど今回はね、過去の曜日を求めるという問題です。ということでね、こんな風に過去の曜日を出しなさいという問題出てきた場合ね、 考え方の基本はね、今までと全く同じです。だから、最初にやることは、そう。5月3日から6月6日まで。一体何日間あるのっていうのを、まずは皆さん考えてね。はい。ということでね、はい。いつも通りです。じゃあ、先生と一緒に考えていこう。はい。ということで、5月3日からね、6月6日まで何日間あるのって言ったら、うん。丁寧に月ごとに考えようね。ということで、まずは5月だけを一緒に考えよう。 はい。ということで、5月はって言ったら、そうです。5月は、今回5月3日からだからね。5月3日から。はい。5月って何日まであるって言ったら、そうです。西向く侍。この中に入ってないよね。ということは、31日まであるんだよね。はい。5月は31日まであります。はい。ということで、5月3日から5月31日まで何日間あるのって言ったら、 うん。これ気をつけてね。適当な計算でね。31-3とか言わないようにしてください。OK? ちゃーんと日数を数えるときは、まずは全部の日数。それから、いらない日数を引いてね。はい。ということで、まず5月。5月って全部で何日かって言ったら、そうです。5月1日から31日までだからね。そう。当然31日あります。OK?5、OK、月は全部で31日。それから、 今回の5月3日から5月31日までに入ってない日は何日あるのって言ったら、そうだね。5月1日、5月2日。もちろん2日間だよね。はい。ということで、この2日間を引いてください。OK。ということで、31日間から2日間引いて、そうです。5月は29日間あると、はい、いうことがわかるはずです。はい。いいでしょうか。 じゃあ、そうしたら次、6月を考えようね。はい、6月はって言ったら、うん、6月は、6月1日から。はい、今回、6月の6日まで。はい、ということで、6月1日からね、6日まで、何日間あるのって言ったら、うん、これは簡単だよね。はい、もちろんね、6日までなんだからね。そう、当然、6日間です。6日間。 OK?6 月1日、2日、3日、4日、5日、6日ね。当然。6日間。OK? ということで、5月3日からね、6月6日まで、全部で何日間って言ったら、そう、この29日とね、6日間、この2つ合わせたらいいよね。はい、ということで、よいしょ。はい、この2つ合わせて、そう、29足す6で、35ってわかるね。いいかな はい。ということで、今回、全部でね、35日あるんだというのが分かりました。ここまで皆さん、いいでしょうかじゃあ、そしたらね、この35日の中に、35日間の中に、はい、今回、7日間のね、この周期が、ね、曜日の7日間の周期がいっぱい入ってるんだよね。じゃあ、皆さん、今回の周期って7日間だけど、その7日間って一体7日って何なのかな うん。これ皆さん気をつけてね。ということで、今回のこんな風に過去の曜日を考える時のポイントっていうのが、はい、ここが大事になります。ということで見ましょう。ポイント。過去の曜日を求める問題、出てきたら何が大事かって言ったらね、実は周期の曜日が、これは逆になるってこと。 このことを絶対皆さん気をつけて覚えておいてください。いいでしょうか一体先生、逆になるってどういうことなの思う人もいると思うから、じゃあ今回の問題でね、はい、説明していくね。ということで今回の問題。はい、じゃあこっちに書いていくね。じゃあ先生、周期は何ですか言ったら、うん。今回の周期。最初のスタートがね、土曜日だったよね。だから、 このスタートの土曜日からどんどんどうなっていくかって言ったらそうです過去を考えていくんだからどんどん遡っていくんだよねわかるつまり曜日はどんどん戻っていきます土曜日から例えばね6月5日例えばだけどね6月5日ってじゃあ何曜日ですかって言ったらそう土曜日の前の例えばこれはそう金曜日だよね 例えばじゃあ次、6月の4日はいつ何曜日ですかって言ったら、そう、5日の金曜日からさらに戻るから、そう、金曜日の前の曜日は木曜日だよね。OK。こんな風に曜日は土曜日、そこから金曜日、木曜日、水曜日、火曜日、月曜日、日曜日っていう風に戻っていくんだね、曜日が。OK。こんな風に周期も同じようにね、曜日は戻る。 つまり逆になっていくってことね。ここの部分しっかり気をつけてください。はい。ということで、周期はって言ったら、最初の6月6日の土曜日から、どん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 戻っていくんだからね。はい。じゃあ先生書いておくよ。周期は、土曜日から。戻って、そう、日曜日じゃなくてね。そうです。金曜日。OK? そしてさらに戻って、そう、木曜日。で、どんどん戻っていくよ。 も、木曜から戻ったら、前は水曜日。そして次が、火曜日、月曜日。そして最後、日曜日と。そしてまたその次ね、戻ったらね、土曜日、金曜日、木曜日、水曜日、火曜日、月曜日、日曜日。土曜日、金曜日、木曜日、水曜日、火曜日、月曜日、日曜日って変な風な感じだけどね。こんな風に戻っていくってことね。OK? ということで、今回の周期、周期は、 土曜日、金曜日、木曜、水曜、火曜、月曜、日曜の、はい、7日間と。いうことね。はい、このことにしっかりと気をつけておいてください。いいでしょうか。はい、ここまで分かればね、もうあとは簡単だね。今回全部で35日間あります。この35日の中にね、土金、木、水、火、月、日っていう、この7日間がいっぱい入ってるんだよね。 はい。ということで、35日の中に、この7日間の塊、一体いくつ入るのと言ったら、そう。もちろん、3 5る7をすればいいよね。はい。ということで、35日。はい。これを一つの周期、7日で割ってください。OK? これが一つの周期ね。いいでしょうか。ということで、35日を7で割ると、 そう、これが、きれいに割り切れて、5となるよね。OK? つまり、35日の中に、この7個間の塊はね、きれいに5個入る。つまり、5周期あるよ。ということだね。はい、ここまでいいでしょうか。ということはね、はい、35日ね、前に戻った。今回の5月3日、これって何曜日ですかって言ったら、そう、きれいにね、5つ周期が入ったからね。 同金、木水、火月日。同金、木水、火月日っていうのがね、どん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 5個きれいに入って終わるんだから、そうです。一番最後の日曜日。これがね、5月の3日だよ。ということだよね。はい。ということで、だから、5月3日は、はい、曜日は日曜日と、はい、いうことになります。 いいでしょうかはい。ということでね、こんな風に過去の曜日を考えるときは、周期の曜日がね、逆にどん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 ね、戻っていくってこと。このことにね、皆さんしっかりと気をつければ、こういったね、過去の曜日の問題もね、難なく簡単にね、みんな解くことができます。OK? じゃあ、もう一問ね、同じような問題だけど、練習でやっておこう。例2。ある年の10月15日は水曜日です。 この年の6月17日は何曜日ですかという問題です。はい。ということで、今回の問題も整理しておくと、はい。考えたい。6月17日。はい。これの曜日がわかんなくて。わかっているのは、はい。先のね、10月15日。はい。これが水曜日だよってわかってます。 OK? だから今回の問題もね、10月15日水曜日って分かってるけど、ここから過去に戻ってね、6月17日が何曜日か考えてください。という問題ね。いいから。はい。ということで、過去のね、曜日を考えるっていう問題。はい、これも、もちろん最初はね、いつも通り。まずは、6月17日から10月15日まで。はい。これは何日間あるか。 はい、これを考えてね。ま,あ、まずはね、丁寧に、月ごとにじゃあ出していこうね。はい、じゃあ行くよ。まずは、6月だけ考えようか。はい、今回は6月はって言ったら、そうです。6月の17日からスタートしてるからね。6月17日から。そして6月って何日まであるのって言ったら、そう、西向く侍、6、入ってるよね。だから、そう、31日ないから、 もちろん、6月30日までです。いいでしょうかということでね、6月17日から6月30日まで、何日間あるのって言ったら、そう、さっきも言ったようにね、まずは、全部の6月の日数。それからね、今回、この中に入ってない日数を引いてあげてね。OK? ということで、6月って全部で何日って言ったら、そう、もちろん30日あるんだよね。30。それから、この中に入ってない日数はって言ったら、 そうです。6月の16日までは入ってないよね。6月の1日から、16日までは入ってないから。そう。16日入ってないです。ということで、16引いてください。計算すると、14日間とわかります。いいかなということで、6月は14日間。はい。じゃあ、どんどんいくよ。次、7月はって言ったら、うん。もちろん7月は1日から、うん。西向く侍に入ってないからね。 7月は31日まであります。ということで、もちろん、そうです。1日から31日まで。はい、そのまんま31日間とわかるね。はい、いいかなはい、どんどん行きます。次、8月。はい、8月は1日から、うん、西向く侍。これも入ってないからね、31日まであります。はい、つまり、そう、さっきと同じ31日間だね。 じゃあ次。はい、次は9月だね。9月は1日から、そう、西向く侍。9入ってるね。だから31日ないです。つまり9月30日までしかない。OK。はい、ということで、9月1日から30日まで、そう、そのまんま30日間ね。だな。じゃあ最後、10月はって言ったら、そう、10月は1日から、 うん。今回15日までなんだね。10月15日まで。はい。ということで10月15日まで。はい。これ何日あるって言ったらそう。1日から15日まで。うん。もちろんそのまま15日あるってことだね。はい。ここまで皆さん、それぞれの月のね、日数は出せたでしょうか何日あるかっていうのは出せたかなうん。じゃあそしたらね、最後。 はい。じゃあ、全部でね、6月17日から10月15日まで何日あるのって言ったら、そう。これ全部足してあげたらいいね。はい。これ全部足し算しましょう。ということで、14足す、31足す、31足す、30足す、15。これ頑張って足し算してね。はい。全部足し算すると、えー、っと、これが、うん。121ってなるかな。 はい。皆さん出せたでしょうか足し算間違えないようにね。はい。そしたらこの後ね。そう。この後、過去のね、こういった曜日を求めるときは、周期に気をつけないといけなかったね。はい。ということで、周期を確認しましょう。ということで、今回の周期は、言ったら、うん。今回分かってる曜日。10月15日が水曜日って分かってたね。この水曜日から、どん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 過去に戻っていくんだよね。 もちろん、曜日も戻っていく。逆になっていくから。そう。曜日は、最初、水曜日。そこから、うん。戻って、火曜日。そして、火曜日の前の曜日。月曜日。どんどんいけるかな。次が、日曜。土曜。そして、金曜。そして、木曜。 OK? そしてその前の水曜日はまた最初だよね。水、火、月、日、土、金、木。水、火、月、日、土、金、木。どん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 ね、これが繰り返されていくんだね。はい。ということで、はい、この7日間。OK? はい、これが今回の周期だよと。ということです。はい。ということでね、今回、全部で121日間。この中に、このね、 水か月日、同金木っていう、この7日間の塊がいっぱい入るんだよね。ということで、そう、この121日の中に、7日のね、この塊が一体いくつ入るのって考えればいいよね。はい、ということで、そうです。121日か。これをね、7日間で割ればいいね。はい、一つの周期、7日間で割り算してください。OK? はい、ということで割り算しましょう。 17余り。はい。えー、これが2ってなるね。いいでしょうかということで、はい。17って出たけど、これどういうことって言ったら、そう、この7日間のね、塊が全部で17個入るよ、ことだから、そう、17周期ってことだね。7日間の塊ね、この一つの周期が全部で17個入る。ね。17周期ある。 そして最後、余り。ね、最後2日間ね、余るよっていうことだね。じゃあ最後余ったこの2日間。これって何曜日ですかって言ったら、うん、ちゃんとね、これ気をつけてよ。17周期、まずあるってことは、この水火月日同金木っていうのが17回繰り返されるんだよね。そして17回繰り返された後に2日間余る。つまり、そう、最初の水火この2つの曜日が余ってるんだね。 はい。ということで、余ったのは水、すい、かです。いいでしょうかということで、一番最後。ね。最後の、6月17日、何曜日って言ったら、そう、最後の曜日、火曜日だということだね。OK? ということで、はい、答えです。だから、今回求める6月17日は、はい、曜日は、火曜日と。 はい、いうことだね。いいでしょうか。ということでね、はい、今回の答えはね、火曜日ということです。できたでしょうか。はい、ということでね、こんな風に過去の曜日を求める問題っていうのは、もう気をつけるのは一個だけ。周期がね、逆になっていくってことね。逆にどん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 ね、なっていくよってこと。この部分ね、しっかり皆さん気をつけてください。でね、こんな風に曜日がね、どんどん逆になっていくからね、ついつい書き間違っちゃうこととかあるからね。 そういう場合はね、えっ、ー、と、逆にちゃんとね、書けたかなっていうのは、この右側からね、普通に、木、金、土、日、月、火、水と、いつものね、曜日になってるか。この01の方だったら、日、月、火、水、木、金、土ってちゃんとなってるかと、確認してからね、ちゃんとね、間違ってないかっていうのを見ておいてね。いいでしょうか。はい、ということで、今回の日歴座、ここまでしっかり押さえたらね、皆さん、もうね、あらゆる問題、解くことがね、できて、自信になると思いますので、ぜひ解けなかった人は、繰り返し繰り返しね、見ておいてください。 ということで、今回の授業は本当以上になりますが、えー、いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。えー、皆様からいただくコメントだったり、高評価が、もう本当、えっ、ー、と、毎日配信頑張ろうっていう、本当、もうそれが、えー、それだけがもう本当励みで頑張っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで、次回の授業もぜひ見てください。次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。